眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今晩もね、皆さんも安心した眠りについていただこうと思ってね、研究をちょっとご披露させていただければなと思っております。はい、一つよろしくお願いします。はい、まあ、はい、よろしくお願いします。何回か前に、はい、なぜ現代に不良がいないのかって話をね、させていただいたじゃないですか。はい。でね、現代に不良がいない理由っていうのはね、まあ一つ言えるのはね、不良って何なのかって、そこからちょっと考えてみたいなって今夜は思います。ほうほうほう。まずね、不良っていうのはね、まず基本的なルールっていうのがまずあるんですよ。中央に。で、そこから外れているっていうのが不良です。例えばそのルールっていうのは、例えばモラルっていうね、そのモラルっていうものがしっかりあったり、そのモラルで押し付けられる。そうするとそこからはみ出そうとする、そのパワーが不良を生み出すんです。で、じゃあモラルって何なのかって言ったらね、モラルっていうのはね、ある一つの、まあ、メインカルチャーですよ。メインカルチャーっていうのは、例えば、まあ、アートに、アートの分野で例えると、やっぱり、オペラだったりとかね、音楽で言うとオペラですよ。で、そこからはみ出そうとするのが、ポップスだったり、ロックだったりとかするわけです。だから、メインカルチャーっていうのを親から聞きなさいよとか、メインカルチャーとか、まあ、ファッションで言うとか、タクシーとスーツ。そういったものをちゃんとしたところで着なさいよって言って初めてそこから外すっていう行為が生まれるわけですよ。ところが今の時代、メインカルチャーがないでしょ。で、アンチテーゼを失った現代人においては、不良の仕様がないんですよ。なるほどね。そうなんです。だからそこに行くとね、これからね、アセンションの時代だ。で、アセンションっていうのはね、心が解放されるんです。だから全ての、その、なんていうのかな、気持ち、物的な、その、まあ、土の時代から風の時代って言うんですけど、物に執着する時代から、物に執着しない時代に移り変わっていくんです。だから、メインカルチャー、であるべき、その条件っていうものがそもそも全く存在しなくなる。だから、そこから外すパワーもそもそもなくなってしまう。これが、アセンションの時代の特徴と言えるんですよね。じゃあもう不良は存在できないってことですね。不良がもうそもそも存在する意義がなくなりますね。これからの時代はね。出てこなくなるってことですよね、要はね。まあ、不良する必要性がないのでね。そういうこと、ね、そうなんですよ。だからもう、アンチテーゼがなくしてしまった不良の人たちって、もう単純に、悪いことをする人っていうのは、何か、反発するっていう動機じゃないんですよ。ズルをしたいだけなんですよ。だから、不良のかっこよさってのはまずもう、これからの時代はないですね。なるほど、ね。悪いことする人は、なんか、もうとにかく心が弱かったりとかするという、そういうような時代になると思いますね。アセンションの時代の犯罪ってのはね。なるほどね。あ、でもそんな気するわ。そうでしょ。なんか言ってたじゃないですか。はい、昔の不良って、そこまで悪いことしてないっていう。せいぜいタバコ吸うとか。そうです。あれ吸っちゃいけないからね。夜中、まあ、バイクで音立てて走り回るぐらいじゃないですか。夜はそう、静かにしなきゃいけないっていうメインカルチャー、常識があるから、はいはい、そこから外れようっていう。今の、そういうことがないですもんね。ないです、ないです。あとやっぱ不良ってアピールっていうのがすごい重要なんですけど、なんでアピールするかって言ったら、おお、それって度胸いるよな、すげえ、あいつ男だぜと。そうやって褒め称える人がいるから、あいつすげえ警察の前で堂々とあんな大きなバイクで音立てて走ってるよって、すげえ男だなっていう、そういう時代背景があるから、暴走族っていうのが成り立つわけですよ。今やったとしても仲間から認められない。ああ、確かに。そうなんですよ。しかもなんか、
あれですよね。わしは道走ってると。何道？普通に道を走ってる。あ、道を走ってる、うん。結構大きな音立てて走ってるバイクって結構割と同年代の人いるんですよね。私たちとが多いんですよね。いや、そうなんです、ね。旧社会っていうんですか。そうそう、うん、そうなんですね。うん、あんまり、で、しかも、割と交通ルールきちんと守って、走ってるんですよね。うんうんうん、ね、うんうん。あの人たちね、うん、あのね、仲間がいるんですよ、私。あ、そうですね、友達いて、絶対言わないですよ。最近ガソリン代が高くなったって言わないですよ。ガソリン代が高くなったとか、うん、車の維持費がとか言わないんですよ。一切言わない。それ言った時点で、そもそも自分がバカだってことを認めちゃうから。あ、そうか、そうか。そうなんですよ。そうか。だから、まずそこはもう、本当にタブーなんですよ、そこは。なるほどね。うん。彼らにとっては、もう絶対触れてほしくないと思う。なるほどね。だから、もう、外うるさいわーって言ったら、もう彼らは喜んじゃう。うん。うん。で、彼らが一番聞きたくないのは、うわ、すごいね、ガソリン代ってよくお金持ちねって言われるのが一番彼らが一番聞きたくないところなんですよ。確かに。そうか。ちょっと一気に格好悪くなりますなんかね。そうなんです、そうなんです、うん。そこはもう絶対触れない。それ触れたらもう一気に美学が崩れるわけですよ。そうか。うん。みんなに人ってそうやってね、一生懸命何かにすがっているんですけど、そのすがってる理由とか、うん、人に絶対見せたくないっていうものをみんな隠し持って生きてるわけでしょ。なるほどね。ねえ。ちょうど何回か前にまあ、今回はアセンションの話なんですけども、うん、何回か前にこの撮り鉄のね、はい、なんで女性がいないかなんて話されてましたでしょ。うん、で、この話はね、本当に長くなるから、うん、ちょっとこれはね、回数を分けてお話ししたいなっていう話もさせていただいて。ね、してましたね。でしょ、うんうん。女性がなんで撮り鉄にいないかっていう、うん、今日ね、ちょっといよいよお伝えしようかなと思って。あ、やっと答えてもらえるんですね。そんなに、本当はそこまで興味なかったんですけど、もう聞きたくてしょうがなくなってました。途中から。そうですか。はい。うん。まずね、撮り鉄のメカニズムはこの間お伝えさせていただきました。はいはい、で、単純に端折って、要点だけお伝えすると、まず男性は、うん、まず一つはね、車が買えなかったっていうね。で、その所有欲を、満たしたいんです、誰でも、男性。それを逆に言うと、なんていうのかな、制覇する欲っていう。これ女性には持ってないんですよ。男性に持ってる欲なんですよ。うん。だから、それでコレクターって男性に多いんですよ。で、女性はコレクションする理由ないんですよ。制覇するって欲が少ないから、男性よりも。うん。で、制覇できなかった男の人たちは何をするかって自分に言い訳をするんですよ。ね、うん、で、そうすると、制覇できちゃうものを好きだった。でも制覇できなかったっていうことを認めたくないから、車に行かないんですよ。うん、好きでも制覇することができない電車に行った方が自分の気休めになるじゃないですか。うん、うん、はい、そこで女性の話になります、はい。制覇する欲がそもそもないんですよ、女性には。だから、普通に、別に電車に興味ないんですよ。なるほどね。普通にね。うん、そう、普通に。だから、逆に言うと、車、もう、自分が買えなかったとしても、所有できなかったとしても、美しい車は美しい車ねって普通に女性の人は言うんですよ。だから何なのって。あの車を買えなくたって別にいいじゃない。美しいんだからっていう。男の人は、美しいって認めたら買えない自分が寂しいから美しいって思わないように一生懸命努力するんですよ。そうか。だから、その、自分の、なんていうのかな、自己肯定感を高めるためには、うん、買えない自分を認めるよりも、そもそも最初から興味なかったっていう自分を、うん、うん、こう、なんていうの、担保するっていうんですかね。で、そうすると、そもそも、うん、誰も買うことができないものを好きな人が多いんですよ。ああ、うん、そういうことか。そう、うん、あ、私が戦闘機が好きなのとか、そういうのもあるのかな。
もしかしたら。ああ、戦闘機なんかそうですよ。ね、そう。誰でも変えて、もう、例えば、普通に一般的に所有できちゃうもの、うん、ちょっと高くて頑張れば手に出るもの、うん。まあ、ちょっと頑張ればじゃないですね、戦闘機だとね。うん。うん、でも、もし、本当に所有できちゃうもので、誰かが持ってる。特に、自分の同級生が持ってるようなものだったりとかすると、うんうん、もうプライドが高い人にとっては、うん、もう逆に自分本当は欲しいんだけど買えないなんていうことは絶対認めたくないから、もうそもそも好きじゃないことにしておこうっていう。うん、戦闘機だったりとか、あと UFO ね。うん、UFO マニアとかって、もう UFO ってもう逆立ちしたって。そうですね。所有物件やね。だから UFO 好きな方が気が楽なんですよ。うん、で不思議でやっぱ男性の方が多いですもんね、UFO の話好きな人。そうでしょ、そうでしょ、うん。そうそうそう。だから本人ははっきり言うけど、うん、本当に UFO 好きじゃないんですよ。興味はあるけど、オカルトには興味があるけど。うん。そう、その理論で言うと、ね。そうです、そうです、うん。女性は別に買えなくても何にも傷つかないんですよ。うん、自尊心がないから、うん、最初からそこまで。うん。その代わり女性はじゃあね、一体何に自尊心があるかって言ったら、うん、また別のものが男性とは違うものがたくさんあるでしょ。うん、うん、そこにこだわってる。それは男性には絶対分かんない世界ですけどね。なるほど。そう。そうやって人間みんなね、自分の本当の本心っていうのを隠して自分さえも気づかないままこう生きてるわけですよ。いや、この前ね、すごい、ちょっとそれに関連する興味深いの聞いたんですけど、はいはいはい、ある保育士の方から聞いたんですけど、はい、ね、すごい、休み時間になって、おもちゃを出して遊ぶじゃないですか。うんうん、その時に、保育園だから、プラレールがあるんです。はいはいはい。で、プラレールを出して、うん、じゃあ出して遊ぼうかってなった時に、うんうんうん、女の子絶対来ないんですって。うん。あれなんでですかね。男子来ないでしょ、あれ。そうそうそう。うん、でも、組み込まれてる。組み込まれてる。なって感じたらしいですよ。うん、ね、あれもう本能ですよね。うん。うん。男性と女性ってそれぞれ脳が違うから、うん、まあそもそも生まれて誰も教えなかったとしても、それぞれの仕事っていうのが、もう宿命として決まってるったりとかするじゃないですか。うんうん、だからほっといても女性ってお人形さんを抱っこしたり、おままごとをするわけですよ。うん、うん、で、男性ほっといても何かこう、なんていうかな、ヒーローごっこをしたりとか、うん、武器を持ったら喜んだりとか、うん、あとは乗り物。これ例えば昔で言うところのね、うん、男の子ってみんな戦士を憧れてるわけですよ。うんうんうん、そして女の子っていうのは、うん、もう誰が教えなくても、うん、お母さんっていうね、うんうん、それを憧れるようにもう DNA がなってるわけですよね。うんうんうん、それをね男女平等って言って、うん、うやむやにしてしまおうとするとそもそも本能に背くっていうね、うん、その人類のその現代が生んだなんかこう、左脳で考えた頭でっかちなね、うん、なんかこう一生懸命平等にしようっていうのが逆に不自然に作用して、うん、うん、いろんなストレスや矛盾を生むんじゃないかなと私すごく心配はしてるんですけどね、うん、ほっときゃいいと思うんですよ。男女平等だとか平等じゃなきゃダメだとかって一部のね、うん、不公平さにもう納得いかないようなわがままな人たちがただ騒いでるだけでしょ。うん、うん、本人が幸せじゃないから騒いでるだけでしょ。あ、うん、だから幸せな人にとってはどうでもいいんですよ、そんなことは。確かにね。だから要はなんであなたが不幸せなのかっていうことだけなんです。それはあなたの問題でしょって。うん、うんうん、だ幸せな人はもう今の自分に満足してるし、その満足はいろんな人に幸せを与える努力には行こうとしてるのに、まだ不幸せな人は幸せな人を突っ込んで、そこは不公平だとか男女平等じゃないとかって言ってるけど、それ自体が不自然すぎるんじゃないの、うん、頭でっかちすぎんじゃないのって私はすごく思うね。なるほどね。納得いくな。はい。で、まず一つは、もう謙虚さってすごい大切なんですよ。うん。うん、謙虚じゃないと、うん、そういうおかしな方向に行っちゃうから。うん、だからまず謙虚に、いいじゃない。欲しいもの欲しい。でも手に入らない。手に入らないけど、美しいものは美しいって言える勇気。あれは勇気ですよ。うん。うん、買えないから美しいと思わないようにしようじゃもったいない人生は。
美しい花はそこから摘み取って、来なくても美しいんです。山野草というものは山に咲いているから、その山の背景で美しさっていうものが光るんですよ。美しいからといって引っこ抜いてきて自分のテレビの上に飾ろうなんていうね、そんなことしたらその美しさっていうのは偽物に変わるんですよ、だから美しいというその感性があなたが美しいんですよ。なるほど。そう、所有できないからといって美しくし思わないようにしようなんていうこと自体が、まあこれ現代病ですよ。変える人もいれば変えない人もいるって、変えない人は変えないという立場から美しい、そしてそれを持ってる人っていいなっていう、そのいいなって羨ましい気持ちも美しいと私は思ってるんです。なるほどね。はい、関谷君、ここでいいこと言った感の曲流してください。今ずっと流れたっぽいですよ今。そうですね、途中からね、あれどういう曲がいいんですかね。テレレレーですかね、やっぱり。でそれ使っていいのかどうかってありますもん。あ、そうかそうか、分かんないわ。テレレレレレレー、あれ確かね、だからその著作権に引っかかる小説数ってあるんですよね。あ、だから何小説か、もう最初のイントロだけでいいんじゃないですか、関谷。いやでも多分セキヤスさんが持ってくるやつは多分大丈夫なやつですよ。ああ、そうなんだ。一応プロですから。ああ、すごいね。すごい、かっこいいね、あの人。そう、そうなんだよ。頼りがありますよね。そうですね。はい。はい、ちょっと今日、ペラペラちょっと喋っちゃいましたけど、はい。今日は何の話ですか？いや、もう結構喋ってますからね。もう今の話でいいんじゃないですかね。ああ、そうなんですか。はい。なんかありますかね？私ね、でもね、やっぱり、なんていうのかな、女性がね、なんか、いつ、まあ、不満とまでいかないんだけど、女性がね、生まれつき、ほっといても、興味があることって、もっと伸ばしてってあげるべきなのに、なぜか知んないけど、女性、ある程度の年になると、男の人みたいになれみたいな動きがなんかあるような気がして。ありますよね。それ、あるでしょ？わかる？言ってること。ああ、そうなんですよね。なんか女性が本当は、女性に生まれてよかったなっていう人生が他にあるような気がして、そういう教育が他にあるような気がしてならない。ですよ。なるほど、ね。なんかね、おかしいなって。それでいて、じゃあ逆に女性が本来やらなきゃいけない仕事を、じゃあ男性が補おうとしてるのかどうか。男性は男性の仕事があるし、男性の本能でやっぱり、自分がなんていうのかな、ほっといてもなんか、目指そうとしてることに対して、そもそも女性がそこに対して、共感も得ないし、女性にモテないってなると、そもそも男性のそういうなんていうの、まあ、コレクション欲だったりとか、なんかこう達成欲だったりとか、そういったことって、女性の前では見せるのやめとこうって、馬鹿にされるからって隠しちゃって、で、そうすると男性のいいところもないし、女性のいいところもない。そんな男女が一緒になって、いい人類って言えるんだろうかっていうのはね、すごくよく思うんです。その人類が後継者を生んで、その後継者にいい教育ってできるんだろうかって。私ある人に教育って言葉を言ったらね、堀田くんも教育なんて言ったらダメだよっつって。教育って言葉使ったらダメだって怒られたことあるんですよ。なんでいけないのっつって。教育しちゃいけない時代なんですよ、今。そういうこと。親が子供にも教育しちゃいけないんですよ。で、教師も教科書にあることしか教育しちゃいけないんですよ。大人として教えることはダメだ。ダメなんですよ。マナーってどうやって教えるんですか？信仰心ってどうやって教えるんですか？日本の伝統ってどうやって教えるんですか？自分の持論を語っちゃいけないこの日本においては、その日本のね、その、培ってきたその、なんていうのかな、長い歴史の中で培ってきた知恵ってどうやって受け継ぐんですかって、私はね、すごく疑問に思いますな。確かに。まあちょっとそんなこと言ってるとね、私にね、興奮して寝れなくなっちゃうから。確かに。今日もこれぐらいにしときますけど。災害にせよ。いや、先生、今日もどうもありがとうございます。ね、とんでもないです。じゃあ。
おやすみなさい。おやすみなさい。